岡田選手、はい、おはようございます。おはようございます。最近どうですかね。最近ちょっと腰痛が出て、うん、あまり成績は良くない、うん、良くない、はい。あ、明日7レース、はい、11時40分発走予定ですけど、メンバー見たと思うけど、どうします。明日は決めずに先手ライン乗ってそこから考えたいと思います、うん、一応決めずに先手ライン乗って、はい、まあ突っ込めるとこから突っ込もうかと。そうですね、いう感じで前の方に乗ってそこから、うん、考えたいです。うん、そうだね。まあ練習はできちゃうと思うけど、はい、はい、それと岐阜の2日目ちょっと見たけど1着よかったね、うん、うちが空いてたんで、うん、いや、やっぱああいう、うちが空いた時に俊敏にうちに突っ込んでくるということで、やっぱり岡田君のええとこがあると思うね。そうですか、うん、配当も10万ついちゃったね。そうですか。そうかそうか。まあああいうコースのコース取りがうまいこともあるし、あとはもうバランスとね、はい、調整だけでなんとか突っ込んでくれると思う。はい、うん、まあそういうことで、ほいたら先手ラインからということでなんとか突っ込みたいと。そうですね、先手ラインから行って、うん、最後コースを見つけて、うん、まあ地元戦役とにかく順位を乗りたいね。そうです、はい、うん、はい、わかりました。そしたら、明日、頑張ってください。頑張ります。はい、どうも。